建築系受験生の勉強ルーティーン。朝起きたら勉強しにレンタルオフィスへ向かう。土砂降りだけどそんなこと気にしてられない。コンビニで糖分補給。タイマンジュ。前髪脂肪。髪が目にかかって邪魔。心の支えシナモン。受験生ならわかる便利すぎるめちゃデカ三角定規。夜までひたすら問題を解く、そんな日常。